いいですか、はい、はい。こんばんは、日本維新の会神奈川1区の公認候補の浅川義晴です。今回の選挙戦大変厳しいんですが、ぜひ皆さん応援してください。ここ神奈川1区は自民党の候補者はおりません。そして共産党と連携をしている立憲民主党の候補者、そして私改革派の浅川義晴です。改革というとどうでしょう。私は民間でできることは民間でやろうというのが改革なんです。ところが今立憲民主党の前職の方も改革と言っています。真っ当な政治って何でしょうか。私は本当に真っ当な政治を実現したいと思います。私は信念に基づいて政策を変えたり政党を変えたりしません。自分が当選すればいいという政策を変えたり政党を変えたりする人が神奈川1区には真っ当な政治を謳っているんです。どうでしょうか。選択肢は3つです。無所属の方、立憲共産党の方、日本維新の会の私、ぜひ私浅川義晴、日本維新の会の公認候補、衆議院候補の浅川義晴をぜひ選択してください。よろしくお願いします。